栗浜の供養塔ですかね。積んだよ、カメラ積んでるよ。なんか見っけちゃったらいいの。6体の供養塔だそうです。監視モードで。栗浜、ね、東京電力火力発電所を作る際、道路整備のため奥の小高い丘の草むらにあったものを現在に移して安置したって。1697年と書いてあるね。元禄10年。動物いねえか、落としてると。なんかいるよ。でもここから登ってくるのは結構きついだよ。いるいるいる、イノシシかなんかいるぞ。落としてる。何の話、いや話わかんない。ただそれだけ。なんかいるよ、落としてるな。これはね、現在の位置のね、これ火力発電なんですね、東京電力の。それの作るときに移動したらしい。ってことでね、まあ、一応撮っときます。栗山ですね。見せてって言われても分かんない。入っちゃうね。猫かな。でもこれ一応入れない。こんな感じですかね、全体図。車通るんだね。避けててよかった。結構飛ばしてた。一応写真を撮ってきました。足りなかった。入っちゃうね。一応まあ6体の供養塔ですね、栗浜の。お疲れ様でした。またねー。